予的な構造復化ベリリウムの構造ベリリウム原子を中心とした直線気化配置を持つ化合物科学において直線形分子構造とは3原子またはそれ以上の原子が結合角180度で結合することが予想される分子構造のことである有機分子の例に炭素原子を中心とした sp 根性軌道によって表現されるアセチレンがある。ビスプ模型によれば、直線気化配置は、アックス表記法において2つの結合原子トレー、または3個の孤立電子体を持つ、中心原子で生じる。直線気化配置を持つ、中性のアックス二分子には、2つの単結合を持つ、フッカベリリウム、2つの二重結合を持つ二酸化炭素、1つの、 単結合と一つの三重結合を持つ、シアン化水素がある。四つ以上の原子からなる、最も重要な直線形分子はアセチレンである。アセチレンでは、それぞれの炭素原子が一つの水素原子との単結合ともう一方の炭素原子との三重結合を持つ、中心原子と考えられる。直線形アニオンにはアジドよびチオシアネートがあり、直線形カチオンには、 ニトロニウムイオンがある。直線気化配置は、2フッカキスノンや3溶化物イオンといった、アックス 2E3 型分子でも生じる。ビスプ模型で説明されているように、中心原子上の5つの値電子体は3つの、孤立電子体が寄り込んでいない、エクアトリア類を占め、2つの結合原子が、軸の両端の秋シア類を占める見方量水型を形成する。これによって、 直線形分子が形成される。ハウスクロフト、C.E. シャープ、A.G., インオーガニックケミストリープレンティスホール、P43, is ISBN 978-0130399137、ハットグリーンウッド。NN アーンショー、a ケミストリーオブザエレメンツオックスフォード、バターワース、ハイネマン、ISBN 0-750633654。 ハウスクロフト。C.E. シャープ、A.G.E.M.O.GANICKEMISTRY プレンティスホール P47 ISBN 978-0130399137からありがとうございます。